カムズ・アカデミーは、マラウイの初代大統領である、ヘイスティングズ・カムズ・バンダが設立した、ボーリングスクールである、アフリカのアフリカのイートン・カレッジを目標として、創立された。なお、カムズ・アカデミーの名は、カムズ・バンダ大統領の名前から付けられたものである。1981年11月に、バンダ大統領の出身県である、カスング県のムトゥンタマに設立された。 ムトゥンタマは、マラウイの首都であるリロングウェから北に150キロの場所に位置している。教育対象となる年齢は11歳から18歳までで、開校当初の生徒数は300人であった。バンダ大統領が実権を握っていた期間には、この学校は、マラウイ全土から優秀な学生を初等教育修了試験により選抜し、各県で最も優秀な生徒4人のみを、 入学させていた。生まれてから一度も電気設備を見たことがなく、ましてや都会での生活など思いもよらなかった、地方出身の生徒にとって、カムズアカデミーでの生活は、全くの新天地であったという。加えて、制服や寝具、靴、靴下、教科書、実験機材、絵の具、体操服などの必要品は、国費で賄われていたため全て無料であった。なお、 近年になってこの学校は私立校へと変わったため、長期のような入試選抜やサービスは現在行われていない。ラテン語とギリシャ語が必修である。その他の科目として、芸術学、生物学、経営学、科学、経済学、英語、フランス語、地理学、数学、音楽、物理学、二重資格の科学がある。 2008年時点では58人の教職員がおり、うち14人がイギリス出身、44人がマラウイ出身である。現在の校長はイギリスのマンチェスター生まれで大英帝国勲章のんべ受勲者のフランシス・クックである。クックは歴史学の教師として1982年に着任し、1997年に校長へ就任した。 以下に、カムズアカデミーに設置されている施設について記す。学術施設としては、アメリカ合衆国ワシントン DC のアメリカ議会図書館をモデルとした図書館、行動、科学実験室、音楽室、美術室、家庭科室、コンピュータ室などが置かれている。また、運動施設としては、十三メートルのスイミングプール、十ホールのゴルフコース、立派な観覧席のついた 陸上競技用の屋外円形競技場、テニスコート、スカッシュコート、屋外バスケットボールコート、屋外バレーボールコートなどがある。天井の内装と所管内の様子国立、教育政策研究所英国における科学的、探求能力育成のカリキュラムに関する調査。ありがとうございます。